マリオカート、やあ、さつのきゅうすけだよ。マリオカート8を、この実況界の高橋圭介こと、さつのきゅうすけがやっていきたいと思います。俺のマリオカート8の実況、縛りプレイを入れたいと思います。その縛り内容点は、アイテム触れない縛りってどこかな。アイテム縛りっていうのは結構いろんな方が挑戦してらっしゃると思うんですけど、俺は、取ってもアイテムを使ってはいけないじゃない。取ってはいけないなんです。もう取ることすら許されない。ブロックの状態でアイテムってあると思うんですけど、それに触れてはいけない。なおかつ、落ちているコインも含めて落ちているアイテムも拾ってはいけないという、そういう縛りで、落ち取るっていうのはな、拾って得するものだけじゃなくて、損するもの、バナナとか当たってクラッシュするようなもんも触ってはいけないという、そこまで触ってはいけないという縛りでやっていきたいと思います。いけるかな。俺何気に実況3年目やけど、実況3年目やけど縛りプレイ初めてやけんな。舞台はミラー 150cc ミラー、この舞台でアイテムを全く触ってはいけない。触ったら最初からやり直しという、全4戦を勝ち抜いていきたいと思います。ミー使ってもいいんやけど、今回はちょっと思い入れのあるキャラクター、ヨッシーでいく。ヨッシーには思い入れがあって、スーファミで出とったスーパーマリオカート、初代のマリオカートを、俺、小さい頃ヨッシーばっかでやりよったんよな。だからちょっと思い入れがあるんで、ヨッシーで、この辺はちょっとステータス見て車決めていくとして、加速とスピード両方とも両立させたいタイプなんでね。あと車、バイクよりも車のタイプなんで車選ぶんですけど、ベンツやな。ベンツがステータスにちょっと気に入っとんな。これシルバーアロー、これでいこう。ベンツでタイヤでちょっとステータス調整になるんやけど、あわあ、この二つが見た目的には似合わベンツに合ってない。これ。ボディが最近のやつやのにさ、タイヤが若干古ーみたいな中世ヨーロッパ的な感じやもんな。こっちなんかメルヘンやもん。タイヤの方メルヘンやもん。もう色合い的にはちょっと悪くないけど、ちょっとベンツっぽくはないけど嫌やな、なんか。あ、でもステータス的にはやっぱ今のどっちかなんやな。俺的には。こっちやな。ちょっとタイヤがオレンジの方がちょっとデザイン的にはキュートでいいと思う。この辺りは特に性能関係ないような気がするけど、こっちかな？パラフォイル。で、キノコカップからどんどん攻めていく。アイテム取ってはいきなり縛り。万が一取ったらやり直し。そういう縛り。いけるんかな、本当に。マリオカートスタジアム。ここでつまずいとったら後が大変やな。コインも取ったらあかんのよ。コインも取ったらあかんのよね。バトルファーストレース。イニシャル K じゃん。イニシャル K 好きじゃん。スタートラッシュの、あぶない、あかん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 。まっすぐ行ったら絶対アイテム当たるような寸法に当たる、これ。あかん、あぶない、こういうぶつけられたんはセーフにしとこう。あ、ただこういう押しとるバナナはアウト。まあ、ぶつけられるのはしょうがないとして、落ちとるやつは取ってるあかんっていう、そういうルールでやらせていただきます。あかん、あかん、横並んどる、横並んどる。こんなドリフトできるか、ボケ。こういう相手にくっついとるアイテムもセーフにしておきますね。ちょっと、そういうのはちょっと、故意で当たってしまう。自分が気をつけとっても、いけるんか、いけるんか、これ。いけるんか、これ。誰か通れ、誰か通れ、誰か通れ。今じゃ、あかんわ。無理。これ無理ゲーかもしれん。要するに、こういう横に並んどるところは、うまく遠回りするか、誰かが通った瞬間に、みたいな感じなんじゃ。ま、周り早いんぞ。150cc って早いんぞ。そんなんでいけるんか、これ。行くぜ。第2戦じゃ、テイク2入ります。テイク2入りますからね。いけるんか、本当に。はい、マリオカートスタジアム。なんかこの風景まだ似たな。あれ1分ぐらい前にまたさっきも見たような気がするんやけどな。
これもしかしたら2-3-2ぐらいの方が縛りとしてはできるかもしれないな。アイテム、あ、この横並びがまたきついよな。これ横の横のすごい狭いところを取っていかなあかんけんな。危ないやろゴリラお前。赤つけとくなお前。はよな、ゴリラに気を取られた、ゴリラに気を取られたぞ。あかん、これマリオカートスタジアムの次のコース行けるんか。ちょっとお先真っ暗なんやけど、カットしないから、動画的にはカットしないから。スタート。あ、この白いとこだけ、ここだけカットしたい気がするな。ここ何も喋ることないし、 BGM もないんやけどな。誰かプープーって鳴らしてくれんかな、この遠いよところ。下の遠いよキャラクター、誰かプープーって鳴らしてくれんかな。ちょっと何の音もないけんなし。テイク3。あれ、さっきまで何回、何年2回も中止になったんからね。多分ギャラリーが思っとるところ。不正とかそういうんじゃないよ。主催者の特権やけんな。ゴースタートダッシュ、ちょっとある程度前にはいける。で、ここが一つ目の難関。ここドリフトなんかいけるかボケで。ドリフトで抜けれる人はすごいよなこれ、もしおったら。あ、こういうバナナ前におる、お持ってるやつおったらちょっと危ないんか。置いた瞬間ぶつかったらアウトやけんさ。で、ここもちょっと危ないけん、ドリフトなんかできるわけなく進んでいくわ。なんかああいう投擲の武器は本当にセーフにしとこう。あれまでアウトになったらちょっと俺無理。いや、今の状態でも無理かも。これ、ここ、難関ここ。誰が来い、誰が来い。あ、間抜けれるんこれ。あ、いけたわ。間抜け、あー、あぶない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 。あんな恋の並べ方。いや、必ず、うん。いつもは取るんよ。取るときはめちゃくちゃ楽に取れるんよ。1個、1枚、2枚は絶対簡単に取れるもん。けど今の、脅威やん。あー、もう、これで1位とか狙えるんかな。優勝とかできるもん俺。あー危なー今のよ、今、あぶあ、もうやめろやめろお前。ドリフトできん5位や。まだ5位って検討しとる方じゃないんかなって思ってしまう。あーこんななら、あーぶおー、ちょっとテンパっとるときにぶつかってくるやめて。間、間狙って、間、あ、あ、あのゴリラ、あのゴリラ、やめろ、お前、ゴリラ。これ、だんだん精神的に来るね。クソ、クソゴリラのせいで、やる必要のないかもしれなかった、テイク4に入ってしまった。本当に誰が鳴らしてくれんかな。これちょっと勇者の規制感的な BGM 流してくれんかったら俺精神的にダメなんやけど。マリオカードスタジアム、このビュー何回見たんや。4回目やな。何がウェルカムじゃ、上の上の看板、何がウェルカムじゃ。俺的にはウェルカムしてほしくないわ。こんな何回も何回もウェルカムしてほしくないんじゃ。あ、もうまたここよ。ドリフトしな、ちょっとお前の順位取れんというのに。で、ここの、この辺でコインが3つ並んどる。前の、あのやつがアイテムを持とうかもしれんので注意。慣れてきたけん、ちょっとドリフトができた。ちょっと、あー、お前、プレッシャーかけんな。ただでさえプレッシャーかかったのに、お前、さらにプレッシャーかけんな、お前。この、ドン、なんだろう。なんて名前な、あれ。ロイだったっけ。あ、いいだ、いいだ、あっぶな。あっぶなと思っとったらこれですな。怖い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 。そろそろカットしていいかな。動画できるこのやり直しをさ、白瀬さんに見せるのちょっと忍びないんやけど、カットしていいかな。待てよこれ、こういうあの狭いところ抜けるんだったらさ、こういう横幅の広いバイ、あの車じゃなくてバイクの方がいいんちゃう。それもちょっと狭めのバイクの方が、狭めのバイクとかあるんかな。愛車的なんで行こう。このバリバリ愛車感のあるやつで行こう。ヨッシーのもう本領発揮ができそうな、そういうバイクで行こう。うん。これだったら多分幅的に間吸い抜けるとか結構楽になるんじゃないかな。多少でも。多少楽になるんじゃないかな。楽になってくれんかったらちょっと俺終わり。俺終わり。この縛りプレイパート1で終わる。そう、こいつら気楽にプレイしようって。
俺がどんだけもう精神突き詰めてやらなあかんようなことをしようって思っとんだ。あ、またこれだ、またこれだよ。バイク、あ、このバイクの使い方ちょっと慣れてないな。あ、いだだだだ、危ない。こういうんがあるんじゃ、今みたいにクラッシュした時にコインが撒き散る時があるんだ。そうか、この辺りでこう、あ、そうかそうか、ここをうまく避けてどんどん進んでいって、あー、ちょっとこのバイクのドリフトの感じがちょっと慣れてないな。いきなり内側に曲がるんだこれ。あー、ここだ、間、あー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 、あぶな、あ、あの、あいつ、あの亀野郎、何しらしてくれとんじゃ。いや、有害なやつばっかじゃこれ、敵。しかもさ、前のやつクラッシュしようってコインが巻き散りようって、あー、あー、まあ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 、やばいやばい、順位が落ちよる、丁寧、あー、お前クソ野郎、クソ実況野郎、クソ実況野郎って俺のことか、自分のことを言おう、あー、おほほほ、いや、コイン巻き散りすぎ、お前らコイン巻き散りすぎ、今なんで出てきたんや、今なんで出てきたんや。突然出てくるんとか無理や、避けるん。無理ゲーシューがしてきました。せめてさ、あのマリオカートスタジアムだけではクリアしたいな。マリオカートスタジアム何にもアイテムぶつからずに3周できんかな、これせめて3周できんかな。無理なんかな。何回目やっけこれ。もうちょっと俺やばいな、エンドレスエイトの気分や、それじゃあ春日の憂鬱のエンドレスエイトの気分になってきたよ。また6回目やけど、確か6回目や、多分ドリフト的に、あー、そ、あー、危ない、あ、どけよお前、どけよお前。危ない、突き飛ばせてくんな、俺バイクやけん飛びやすいんよ。あー、このバイクちょっとドリフトの感覚がもう慣れんな。こういう感じでこの辺じゃ、あー、ちょっと行き過ぎ、ちょっと内側すぎ。3位、できれば順位もいい方に越したことはないけんな。縛りプレイは達成するに、あー、うん、コインあったん、あー、ここ、ここ、ここ、まっすぐ、まっすぐ、うまい、前のやつありがとう、ドンキー、お前ドンキー、お前実はいいやつだった説が出てくる、ドンキー、ちょっとお前もうちょい前、はい、うまい、当たる、うまい、ドンキでもね、コイン散らかるんよな、それコイン散らかるんよな、俺にとってもありがたいような、ありがたくないような、言おった、漁夫の利、漁夫の利取りましたよ、視聴者さん、このまま3周うまいこといけるんじゃないかっていう安心感が出てきてます、あると思います。天心木村、よし木村です、よし木村。ここ安定した走り、あっ、あ、ゴリラ、多分お前ブロ、多分あれじゃ、ここ、ここ崩してくれ、崩してくれ、あーあー、ゴリラ、ゴリラ、もうちょい頑張って、もう多分お前風圧とかでさ2つぐらいいっぺんにポンって飛ぶだろう、ブロック取れるだろう、お前太っとんやけどさ、お前383キロぐらいあるんだろう、ルフがこの前言おったわ、スマブラで、スマブラの動画で言おったわ。383キロって公式なんか知らんけど、いけるんかな。何回も言うよねこれ。でもさっき1周できたんやな、これ何回も続きよったら2周3周でできるんじゃないかな。もうグランプリ4つのレース第4戦を全部アイテム取らずにくぐり抜けることを諦めた、諦めたからな、もうこのマリオカートスタジアムだけでも3周クリアしたい。どけよお前ら、前に走るな、あっ、どけどけお前、 やめろやめろ、ぶつかって、ぶつかりに行ったらアイテム取りに行ったら終わりなんじゃ。よいしょ、でここ、あっ、あー、お前バカバカ、主人公バカ、あの赤、もうレッドマン、レッドマンやめろお前。くそ、俺赤好きやけどさ、あんだけ赤いやつが気に食わんと思ったも初めて。うん。だんだん諦めムード、頑張るよ、もうちょい頑張るよ、
マリオカートスタジアム何戦目やこれ何回目やこれヨッシーも多分さ呆れ顔なんよな。本当にエンドレスエイトで、このあドリフトちょっとたまるの早ない。ドリフトそんなにしたかな、これターボたまるの早ないかなえ、こんなもんだったかな。もうそろそろ諦めようかな無理な気がしてきたな。コースが悪かったな。そうか、あの横一列にブロックが並んどるっていうことを全然考えてなかったなそうやな、だからみんなやってないやな。アイテム縛りは多くの人がやっとったけど、これはやってないわ。そうやな、取らずに走り切るなんか無理ないよな。敵は己の中にありぬみたいな感じになってきたな。他のやつがもう敵に見えんようになってきたよ。ただの障害物、走る障害物やだってぶつかった時にそれ跳ね、やめろお前、毒キノコキノコ、お前新鮮そうに見てお前毒吐きやがって、お前やめろお前そして立ちはかる、はだかるのがこのまた先からどんどん俺のことを邪魔し続けるゴリラ、クソゴリラああお前危なっかしいやろ。そのキノコ俺がなんか不用意な触ってみ、安定せんぞ俺。ここだ、橋の方取っていったらいけるかなこれ。こう、あっ、あべし、あべし、あべし、ギブアップ。